今日楽しかった俺は。よかった。ね、エキスを吸った。どうもね。脇の下も見えたし。脇の下も見えたし。脇の下も。変態ってバレる。大体バレてる。バレてるから。何が幸せだったかってね。今日はね、まあ、リスナーさんでもあり、あの瞳のね、友達でもあるね、若い女の子が2人ゲストで。呼んでいいのかって言ったらいいっつったからね、プロデューサーが呼んじゃったんです、はい、いっぱいね、深夜にしかできない話を聞かせてもらったということで、ちょっと感想を、聞いてみたいね、じゃあインタビューをしてみちゃって、はい、じゃあこちら、はい、ミランダさんのハルちゃんです。ミランダさん今日の初ラジオ出演の感想をどうぞ。え、楽しかったです。こっちにこっちに楽しかったです。楽しかったです。楽しければいいじゃん。楽しければいいじゃん。ありがとうございます。続いて星レーズンこと、ゆうかちゃんです。どうでしたか？あ、楽しかったです。星レーズンの悩みは取れたの？あ、取れました。星レーズンも取れちゃった。取れました。ありがとうございました。また来てね。また来ます。グダグダだ。